エルヒューポインターの繁殖を考えていた頃に作成したメモが見つかったので解説ビデオを作ってみましたこの私が考えた組み合わせで繁殖して生まれた子犬の名前はオス犬をパラドックスラッキートリガーメス犬はパラドックスミッチと命名する予定でしたこの組み合わせだと日本記事を狩るために必要な特質を持ち備えた子犬が生まれると確信して 奈良中島 CHKI ストライクのオーナーに相談をして子犬が生まれたらオス犬1頭とメス犬1頭を200万円で購入する交渉をしましたが血が濃くなるからという理由で願い叶ないませんでしたこの繁殖が成功していたら費用も安く2004年には訓練できてビデオ撮影もハトなどを使わないで 自然取りの日本記事を使って撮影することが可能でしたが、残念です。結局、2回も渡米して、エルヒューポインターを輸入して、9年後の2013年に子犬が誕生したので、ウィングショットに準じた訓練を行い、金銭的費用と年齢を考慮し、ハトを使って目的のパフォーマンスのビデオ撮影には成功しましたが、総費用は十数倍かかってしまい。 金銭トラブルで離婚までしましたが私の自己満足を成功さす目的がかなったので決して後悔はしていません。